横浜 DeNA ベイスターズ対千葉ロッテマリーンズ、この試合の模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は右の斉藤、対するマリーンズの先発は右の大峰、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。ベイスターズピッチャーを変えてきました。斉藤降板、右の田村今日2番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。マリーンズリードで迎える6回です。バッターはミキ、初球ストライクから打ちました。ライナー破った。ミキいいバッティングを見せました。バッターは4番安田、これが3度目のバッターボックス。第2球投げた、ストレートはストライク、タイミング合いません。第3球を投げた、低め、チェンジアップ外れてボール。投げた、完全に外れた、ボール。第5球投げました、内角低め、見逃し三振。第9球投げました、初球打ちました、三遊間の当たり、二塁フォースアウト。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球アウトローを見送ってストライク。1球目ストライクから、第2球2球目ストライク。さあ、ツーストライクと追い込んだ、低めボール球打った、一二塁間へアウト、スリーアウトチェンジ。結局一塁残塁で終了です。6回の表が終わって2対0、マリーンズ現在2点をリードしています。マリーンズリードで迎える7回です。バッター和田、初球に送ってストライク、まずは入れてきました、ボール。第3球を投げました、低めストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、打った、破った。和田ナイスバッティングです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。左バッターボックスは8番高浜、第9球投げました、初球送りバント、これはピッチャー正面に転がる、セカンドフォースアウト、送りバント失敗、これでワンアウト。マリーンズダイソーを送ります。藤原一塁に入りました。バッターは9番宗次、今日はセンターフライとセカンドゴロ、投球ストライク、キャッチャー二塁、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。ベイスターズ外野は浅めの守備を取ります。打ちました、一二塁間への当たり、アウト。ベイスターズなおもピンチが続きます。さあ、ピンチが続く場面で迎えるバッターは細谷。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、内角低め、ボール。第4球を投げた、ストレート空振り。さあ、投球は5球目、アウトロー、空振り三振。ここはピッチャーに軍配が上がりました。7回の表が終わって2対1、マリーンズこの回0点に終わっています。ベイスターズ1点差に届かず敗れました。本日の試合は千葉ロッテマリーンズの勝ちでございます。勝利投手大峰優太、敗戦投手斉藤、西武は。さて、本日のヒーローは阿部、無失点の好投を見せました。本当に